はい、皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は新シリーズの生きるテーマと生きた証の第7弾、イヤイヤ期のお話をしてみたいと思います。スガッティチャンネルは普段は生命判断チャンネルなんですけれども、ちょっと思うところあって、まあ自分の娘にですね、言い残しておきたいこと、それをですね、新シリーズにして今お届けしているわけなんですけれども、まあ、生命判断ファンの方はですね、しかも子育て今してないという方にとってはですね、全く関係ない話というか、興味ない話なのかもわかんないんですけれども、すいません、ちょっとスガッティのわがままで、どうしてもこの新シリーズ、言い残したいことをですね、遺言とでも言いましょうか、マリノさんの相談相手の一人である父親としての、まあ、スガッティが、まあ、もし突然この世からね、いなくなってしまうはないとも言えないんで、まあ、病気なのかもしれないし、事故なのかもしれないしね、いろいろあるじゃないですか、生きてれば。だから、まあ、そうなった時にマリノさんのことをマリノさん以上に考えている存在っていうのがね、ここにいるんだよっていうのを、まあ、残しておきたいし、そして、その、まあ、親の小言みたいなことですけれども、まあ、それをですね、マリノさんがやがてお母さんになった時に、まあ、このスガッティの小言をですね、まあ、参考にして子育てしていただけたらいいかなと思って、どうしてもこれは残しておきたいことだったので、まあ、もうしばらくお付き合いください。それでは一旦画面を切り替えます。はい、それでは本題に入りたいと思いますけれども、今日のテーマ、スガッティの子育て第7弾。今回は先日コメント欄に寄せていただいためぐみママからのリクエスト、イヤイヤ期をテーマにしたいと思います。第1次反抗期、魔の2歳児と揶揄される第1次反抗期は親御さんにとって大きな試練ですよね。何事にも嫌だ、食べない、行かない、いらないとまるで言うことを聞かず反抗します。菅家の娘も丸野さんもね、同じくで2歳前後はとっても反抗的でした。でこのまま永遠とね、続く無限ループだったらどうしようとかって本当に悩みました。で、前野さんの場合は、なぜか、コーンって言って、反発するんだったんですよね。例えば、はい、お片付けしてください、コーンとか言って、前野さんご挨拶は、コーンとか言って、あ、コーンとか言って、まだ何も言ってません、コーン。さては何か悪いことしたでしょう、コーン、コーン、コーンとかって言って、まあ、菅家の場合は、なぜか、コーンしか言わないシンドローム。随分と苦労したのを、今も本当に思い出されます。これっていうのは自我が芽生えた証拠で、つまり赤ちゃんが赤ちゃんじゃなくなる瞬間ってことですよね。だから今思えば喜ばしいことなんでしょうけども、まあ、当事者の親御さんはね、本当に悩みますよね。これうちの子はダメな子になっちゃったのかななんて思ったりしますよね。でそのイヤイヤ期を親としてどう乗り切るかの対策に、まあ、正解なんて私はないと思ってるし、まあ、各家庭にね、合わせたスタイルを開発すればいいんでしょうけれども、自我をそのまんま容認しちゃうと、我がそのままで、すなわち我がママを許すことにつながってしまって、後々すごくこれ大変になりますんで、この2歳児というかね、イヤイヤ期を我がママを許さない、そしてそれに対するね、イヤイヤ期に対して逆ギレしない親としてのこの忍耐力っていうのかな、ここも鍛えられると思うんで、親としてもお子さんとしてもこのイヤイヤ期っていうのはやっぱり乗り切らなければならない一つの壁なんじゃないかなって、スガッティは今になって思っています。私はこの魔の2歳イヤイヤ期にいかにこのノーゴーのゴーの部分のしつけを徹底できるかっていうのが素直な人格形成の鍵になると考えています。忍耐力との勝負です。2歳までの記憶、ノーのしつけの話はまあね、先日もお話しさせていただきましたが、ゴーについてはちょっと説明不足だったかなって思いますんで、今日はこのね、イヤイヤ期とゴーのお話をしてみたいんですけれども、例えば歯磨きとかうがい手洗いとか食事とかお着替えとかお片付けご挨拶など、すべき時にすべきことをやろうとしない我が子にはしっかりゴーを促さなければいけません。特に今はね、こういううがい手洗い非常に大事な時代に生きてますからね、やっぱり幼稚園とか小学校低学年のね、お子さんをお持ちのご家庭はね、特にうがい手洗い、これは本当に口うるさく言わなければいけない時代なんだと思ってます。でね、スガッティ言いますけれども、男子トイレ行ったりしますよね。まあ、近所の高島屋とかね、スーパーマーケットとかね、駅の公衆トイレとかね、まあ、利用させていただくこともたまにありますけれども、もうね、男性のもうこれは本当に概算ですけれども、半数ぐらいはね、手洗わないんですよ、トイレで。でね、この間も公衆トイレでね、大きい方をしてたんですね。ごめんなさいね、こんなお話して。あれはパーキングエリアかな、はい。でね、高速道路のパーキングエリアで、スガッティ大きい方を済ませて、で、そしたらね、ちょうど隣の大きい方をしてた方も、まあ、ほぼ同時タイミングで、出てきたんですよね、済まされてね。で、当然、スガッティは毎回、石鹸で手洗うんですよ。
だけどね、その人、大きい方しても、手洗わないでそのままスーって、外へ出てったんですよ。だからね、女子トイレがどういう具合の割合かは知らないですけど、男ってね、半分ぐらい手洗ってないと思ってください。だから世の中の男性と手触ったりね、握手したり、手繋いだりなんかするときはね、まあその男の大腸菌も一緒に手に付着してると思ってください。これ大げさじゃないの。本当に男はね、手洗わない。トイレで。汚いですよ。大人になってもね、そんな男ばっかりなんだから、やっぱりね、お子さんの時にこうやって厳しく、きちんと正しくね、しつけられていない男の子が、どんだけわがまま放題育っちゃった大人が多いかっていうのがね、わかるんですよ。ちょっとお話ずれちゃいますけれども、はい。じゃあ読み進めてみましょうか。第一次反抗期、何事にも嫌だ。で、拒否反応を示す2歳以上ですね。ゴーサインで従わせるようになれれば、その後の育児がすごく楽ちんなんですよ。で、スガッティはこのイヤイヤ期のわがままを決して許さず、泣いても何も解決しませんっていうのをね、もう口癖のように前野さんには言ってきたんです。だから、前野さんはね、赤ちゃんの時はそれは泣くしかできないですからね。母乳が欲しくて泣くとか、おむつ取り替えて欲しくて泣くとかね、それは当然泣きますよ。だけど、会話ができるようになった1歳半から2歳ぐらいのこのイヤイヤ期をですね、徹底して泣いても何も解決しません。これを徹底して貫いた。それにより、その後のマリノさん、ほぼ涙見せないんですよ。親にも、どこでもほぼ涙見せないんですよね。とてもメンタルが強い女の子に育ってくれたと思ってます。スガッティはね、ナミコさんにもこれをね、マリノさんが泣いて、わめいて、こう、わがまま言ったら、徹底してこの一言で、その場をしのいで見てくれっていう風にね、ナミコさんには伝えたんですよ。それによってね、上手にメンタルがしつけられたと思ってます。マリ娘を強く優しく抱き上げたい気持ちをぐっと辛抱して、もう厳しく辛抱強くしつけました。その結果、スーパーマーケットでね、買って買ってみたいな、だだ泣きされた経験はこの7年間で0回です。もちろん13歳になった中学1年生のね、今でも、こんな買って買ってなんてだだこねて泣くことは0回です。ただの一度もありません。本当に大げさじゃなく。これは、スガッティの DNA とかね、ナミコさんの DNA が、こういう性格だから移ったとかじゃないんですよ。これはしつけなんです。DNA が優勢とか劣勢とか関係なく、正しくしつければ、こうやってだだこねる子にはならないですから。きちんとしつけをすれば、イヤイヤ期なんて半年で終わります。もしも、はいはい分かったからもう買うからもう泣かないでとかって言ってね、よくスーパーマーケットとかでも見ますよね。そのイヤイヤ期のわがままに親御さんが打ち負けちゃって、それを許して育ててる親御さん、よく見かけますよね、スーパーマーケットでもね。そのわがままは一生続きます。これが三つ子の魂100までの影響力と思ってください。とはいえ、我が家もマリノさんも現在まだ7歳の子供ですから、これ買って買ってとかっていうのはね、言いますよ。言わないことはない。買ってっていう日本語は言います。じゃあどんな感じかっていうと、例えばスーパーマーケットとかね、ショッピングモールとか、ホームセンターとかね、そういうとこ行って、ね、これ買ってみたいに言うんですよね。いいえ、買いません。同じの前持ってたでしょと。あ、そうですか。はい。あ、でもこれ欲しい。これ買って、買いません。すぐ飽きるでしょ。あ、そうですか。はい。じゃあこっからここまで買って、買いません。はい、荷物これ持ってください。あ、そうですか。はい、よいしょっと。でね、これコントみたいですが、本当にこんな感じなんですよ。いい意味で嘘みたいに諦めが超早いの。それっていうのは日頃から泣いても何も解決しませんっていうね、教育を、まあこれ1歳半から2歳、3歳ぐらいまでもうずっと繰り返して言って聞かせた成果だとスガッティは思ってるんです。本当にいい意味で諦めが早いんですよ。でね、やっぱり子供ってさ、欲しい時のこの物欲っていうのかな？そして買ってもらった時の喜び。これが持続しないじゃないですか、子供なんて。すぐ飽きるでしょ？だからね、子供がすぐ飽きて、もうほら、おもちゃ箱の奥の方に行っちゃってる、買って買ってってあれほど言われて、しょうがない買ってあげたものっていうのが、きっとどっかにね、タンスの奥とか、おもちゃ箱の奥とかにありますから、それをね、二つ三つでいいから、覚えておいてください。で、このタイミングで、それをね、言うんですよ。例えばね、レゴだって買ってあげたけど、一回もあれ組み立ててないじゃんとか言って言うと、もう前例をね、3つ4つ言うと、あ、確かにすぐ飽きるなって思って、すぐ諦めてくれるんですよ。だからもう、しょうがない買ってって言って、しょうがない買ってあげたもの、それをですね、2つ3つ覚えておくといいですよ。で、それを前例出すの。で、確かに飽きるなって自分でも思わせて、あ、そうですか、確かにね、はい、わかりました。で、すぐいい意味で諦めてくれる子になりますから、しっかり断ってください。
魔の2歳児に対しては、こっちも心を鬼にして、わがままを聞いて甘やかしてあげたい気持ちをぐっとこらえて、毅然と対処すれば、3歳からの育児が面白いように楽ちんです。本当に素直に育ってくれます。3歳までは、多少厳しくね、叱っても大丈夫です。安心してください。皆さんも、2歳の頃の記憶って、なかなか覚えてないでしょ？人間の脳みそっていうのは、3歳でスイッチが切り替わって、3歳からの記憶っていうのはね、まあ、ポツンポツンってこう思い出せるんですが、3歳までの記憶っていうのは、これ思い出せない仕組みになってるんですよ。なので、多少厳しく感じても、イエスかノーかとかね、OK か NG かの正しい価値観っていうのを、3歳までにはっきり明確に厳しく徹底的に教育して大丈夫です。はい、笑いながらも厳しく叱れる。まあ、ここまでスガッティの新シリーズを YouTube でね、見ていただいたならば、繰り返し厳しくとか叱るっていう言葉が何度も何度もね出てきているので、なんだかスガッティの育児教育がものすごく怖いかのようなイメージしちゃいますが、ご安心ください。これ厳しいっていうのは怖いっていうのと違うんです。叱るっていうのは怒鳴るっていうことと違うっていうことですね。言葉の先入観で誤解されがちですが、怖い顔しなくても怒鳴らなくても厳しく叱ってゴーサインは出せます。スガッティが当時コメント欄にいただいたアドバイスの中で実践してみてとても効果的面だったのがこちょこちょ攻撃です。これ、まあこの新シリーズでもね、以前お話ししたと思うんですけれどもね、確かめぐみママも実践済みなんじゃないかなって思うんですよね。めぐみママにこちょこちょ攻撃いいよって教えたと思うんですけどね、やだとはなんだ、こちょ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 とかね、ちゃんと食べないと、こちょこちょこちょとか、歯磨きしない子はどこだ、ここだ、こちょこちょこちょとかって、こちょこちょ攻撃でお仕置きすると、怖がられないし、笑えるし、反抗する気力も失せるんでしょうね、多分ね。とっても楽しくしつけられるんですよ。本当にありがたい。そして一番大事なのが、常にどんな場面でも我が子がきちんとゴーサインに答えられた時には、かなり大げさ気味に喜んで、そして全力で褒めてあげることを絶対忘れず実行してください。バシャバシャバシャーっと頭を撫で回して、存分に抱き上げて、ぎゅーっと抱きしめて、ほっぺに注意したりね、で成功を一緒に喜んであげるといいと思います。親が喜ぶ姿を子供は見たいんです。これっていうのは、笑いながら厳しく叱るための一つの方法です。この緊張と緩和のギャップが、幼い子供のハートをコントロールするテクニックだと思います。他にもいろいろ試してみると、その家庭のスタイルっていうのが形になるんじゃないかなと思います。そしてここでコメントとスガッティのお返事をですね、紹介してみたいと思います。スガッチありがとう。本当に私にとって一番の育児本を読んでる感じ。毎回読んでてものすごくためになる分、今後の子育てが私に果たしてできるのか、しなければいけないか、てんてんてん。毎日イライラしても楽しみながらを心がけながら子育てしているけど、マリノちゃんみたいな良い子に育ってくれるかな、みたいなねコメントをいただきました。それに対してスガッティの返信でございます。そう言っていただけると励みになります。各家庭ごとに個性は異なりますから、よそのお子様と、まあ比較する必要はないけども、見本にできる育児モデルがあると、まあ負担が軽減できるので、菅家の育児論を参考にしていただけると光栄です。専門知識とか学問はないけども、身近な体験談が目で見てわかる一番のテキストだからね。うちもみんなのお手本とまでは言えないけども、参考にするエピソードの一つにしていただけると頑張ります。続いてのコメントでございます。うちも上二人はこちょこちょの系で育てましたが、三番目がまさかのこちょこちょ大好きで、二歳過ぎたから、そろそろ本気の泣くまでこちょこちょの前提を考えてます。これは厳しいですね。泣くまでこちょこちょは、これは拷問だと思うんですけどもね。それに対してスガッティ返信しました。まあ、こちょこちょに関しては以前、かおりちゃん、この方から教わったんですよ。かおりちゃんにアドバイスいただいたのを実践してとても効果的だったので、まあ、みんなにも推奨したいんです。そして理にかなってますよね、こちょこちょ攻撃。これからも読んでいただいた中で何かヒントや意見があったらアドバイスくださいね。まあ、これはね、もう、7年前のコメントとレスポンスですけれども、この YouTube のね、スガッティチャンネルをご覧いただいている方もですね、これご覧いただいたら、いろいろですね、皆さんの効果的だった、なんていうのかな、対策とかね、ご意見とか、アドバイスありましたら、コメント欄の方にぜひお寄せください。そして返信に返信いただきました、香里ママから。私こそ、菅さんの文章を読んで、いろいろ立ち止まって軌道修正しつつ、子育てしています。ぼんやりと考えていることが文章になっていると頭が整理されてとっても参考になります。3年生になった長女、少しだけ関わり方を変える時期に差し掛かったように感じています。そうですね、3年生だともうそうですよね、画数も影響してますからね。いつまで経っても戸惑いながら試行錯誤しながら母ちゃんしています。いつも思いますが、自分に対してこれだけ本気で真剣に関わってくれるお父さんがいるって幸せですよね。うちの旦那さんも子供が大好きで大切にしていますが、こういう関わり方はできません。しつけに関しては私が担っているため、父さんは逃げ場所というかリラックスできる存在みたいです。うちの場合、叱ることや褒めることや話を聞くこと、社会のルールを習うこと、自分に真剣に関わってくれる存在がいるってことは、将来子供が自分を大切にできるようになる重要な要素だと思います。ありがとうございます。はい、スガッティも返信させていただいております。
変身の変身に変身。自然堂の常連で小学校の先生をやってらっしゃる方が、父親と母親両方とも厳しいとお子さんの逃げ場がなくなるから、片方どちらかは引いたスタンスぐらいがちょうどいいですよと教えてくれました。無関心とかじゃ問題ですけど、しっかり愛情を注いでくれているパパならそれくらいでバランス取れているんだと思います。スカッティの場合はマリノさんと一緒にいるときは本当に一瞬一瞬、一秒一秒、 A がいいのかな、 B にすべきかなと、もう神経質すぎるほど考えちゃってるので、もう常に頭フル回転で気が抜けません。まあ、失敗も多いけどとても充実しています。父親としてとても成長させられました。そして、イヤイヤ期におやつをあげているというね、めぐみママさんに対する返信です。ご褒美はとっても有効です。パターン認識といって、後日、まあ、スガッティチャンネルでもまとめるつもりですが、パブロフの犬っていうね、言葉を皆さんも聞いたことあるかと思うんですけれども、これの条件反射みたいに行動してくれるんですよね。例えば、ベルが鳴る、ご飯の時間、よだれ出るとかね、これがパブロフの犬ですよね。皆さんも経験あると思いますが、梅干しを見る、酸っぱそうをよだれ出るとかね、これがパターン認識っていうね、脳の機能なんですね。歯磨きをする、なんかご褒美してもらえる、嬉しいとか楽しいみたいなね、こういうパターン認識で覚えると行動しやすいんですね。ただし、パターン認識に関しては、この逆パターンに要注意なんですね。どういうことかというと、例えば、勉強をする。そうすると、なんか宿題やったのとかね、成績が悪いじゃないかと怒られる。やりたくない。あとは、食事になると、なんか嫌いなものを無理やり食べさせられる、残さず食べさせられる、辛いとかってね。こういう感じで、負のスパイラルを呼んじゃうんですよね。だから何事にも積極的にすぐさまゴーさせるにはですね、やっぱりネガティブなパターン認識を習慣づけないように、これはもう最新のね、配慮をしないといけないかなって常に考えております。スガッティ、今日もね、マリノさん中学1年生で、昨日からかな、冬休みに突入したんですよ。で、自宅にね、帰ってきまして、で、宿題のことをね、またスガッティ言うんですよ。宿題終わってからねとかって、もう何かあるごとに宿題宿題って言っちゃうんですけれども、やっぱりそれっていうのはマリノさんが冬休みのね、後半提出できないような、間に合ってないような宿題に追われるのが嫌だから、スガッティ自身がそれでドロップアウトしてしまったので、やっぱりまず宿題は終わらせて、で、テキストみたいなやつはもう2週ぐらいねさせる。マリノさんも自分のね、子育てするときには、赤本みたいなやつとか、あのテキストとかね、あの問題集みたいな学校からもらったり、あとは自分で買ったりもすると思うけど、そういった問題集は同じ問題集を2週も3週もしていいですから、あれもこれも何冊も買うよりも同じ問題集を何週もするのが効果的だってね、スガッティが尊敬してやまない、オリラジの中田さんが言ってました。なのでスガッティもね、それごもっともだと思うんですよ。だからもう宿題はもう前半に終わらせて、そして問題集みたいなものを1週2週する時間にね、冬休みの後半は使ってほしいと思ってるの。皆さんもですね、まあ小学校、中学校のお子さんをお持ちの方はですね、宿題は前半に終わらせて、冬休み、夏休みの後半はですね、問題集を1週目、2週目、3週目、3週ぐらいさせるくらいのね、勢いで宿題、葉っぱかけていいんじゃないかなと思ってるんです。ただ、やっぱりね、ここに負のスパイラルありますよね。宿題、やらされる、やりたくない、みたいなね。こういうループ、生んでほしくないなって思ってるんですけどね。だから、その辺は、スガッティも、未だにね、今日も娘が、こう、宿題やってるよとかって言って、逆切れしちゃってるんですけれども、まあね、その逆切れされないように、バランス取りながらね、葉っぱかけたいなって思ってるんですけども、それは、マリノさんが親になった時もね、同じ思いするから、今日のマリノさんと同じ思いを、マリノさんの子もします。だから、そのバランスね、この無限ループ、負のスパイラルを生んでしまわないバランスで、葉っぱかけるようにしてください。はい、今日は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。皆様からのご意見やご感想などもコメント欄の方にお寄せいただけると嬉しいです。そしてスガッティチャンネル、チャンネル登録者数3000人を2022年はですね、目標としておりますので、なんとか皆さん見終わりましたら、この赤いボタン、チャンネル登録というのをですね、必ず忘れずよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。